KOF の招待状だ。また面倒なのが来やがったな。おい、ベニマル、シンゴ、お前ら宛てのものもあるぞ。うわっ、俺にも？マジっすか、草薙さんと一緒の大会に出られるんすね。当然俺にもね。今度はどんな大会になるのか楽しみだな。KOF 正式名称はザ・キング・オブ・ファイターズ。世界中の格闘家が集まる格闘大会だ。プロレスじゃなくて総合格闘大会っすよ。いや、全然違うだろ。つうか、格闘家だらけのここで管理人なんて務まんのかよ。他には？ここは格闘家の道場なんだぜ。いよいよ KOF も始まっちまうんだ。マネージャーもこなしてもらわなきゃな。マネージャーか、いい響きだな。君みたいに美しい人がマネージャーなら俺はいくらでも勝利を捧げたくなってしまうよ。マネージャーさん、 KOF デビューですね。あ、なんだこれ、手紙か。選手登録の案内じゃねえみてえだな。うつしおにて健やかなる僕の姫。はあ、なんだこりゃ。これはまた随分ポエティックな書き出しだね。ラブレターだったりして。まさか、そんなわけないっすよ。だって KOF っすよ。今僕は姫のために咲く花たちを用意しているよ。今度こそ姫を取り残したりしない。知っているよ、姫が僕を呼んでいることだから。僕は花咲く楽園を作ることにしたんだ。芽吹いたばかりの花たちを見に開会式に来てほしい。会場で待っているよ、愛しい姫。何言ってんだこいつ。死にしたってセンスねえよ。読めたもんじゃねえな。どう読んでも熱烈なラブレターだな。心当たりはあるのか。だったら確かめに行きましょうよ。その凪って人がどんな人なのかを。そうだな、開会式ならみんな揃うから。何があっても俺が君を守ってみせるよ。つうか、こんな怪しい招待状が届いてんのに一人でここに残る方が危ねえんじゃねえか。出てもこの感じ、緊張とワクワクで体が震えるっす。まだまだ青いな、シンゴ。結末はもう決まったようなもんじゃねえか。ほら、見えるだろ。
カメラのフラッシュを浴びて勝利者インタビューに答える俺たちの姿が。たっ、気の早い奴らだぜ。そういうのは優勝してからでいいんだよ。ああ、こんなに格闘家がいる中でフラッシュを独占できるのはあの人しかいないっすよ。テリー・ボガードさんですよ、前回 KOF チャンピオンの。チャンピオンつったって前回だけだろ。今回はどうなるか分かんねえからな。あら、噂をすればなんとやらチャンピオン様のお出ましだぜ。なあ、サングラス持ってないか。フラッシュありすぎて目が眩しくてよ。兄さんのサングラスなら僕が持ってるよ。それより取材の途中に勝手に動かないでって言ってるだろ。取材なんてお前たちで適当にやっとけよ。ふん、どうせ優勝は俺たち以外にありえねえんだからよ。あれ、君もしかして新顔の格闘家かな。俺はテリー・ボガード、よろしくな。紹介してやろう、俺たちのチームに頼るマネージャーチャンサー。マネージャー見習いな。マネージャーだって。すまないね、兄さんが変な勘違いをしたようで。ああ、僕はアンディ・ボガード、 KOF に出場する格闘家だよ。綺麗な姉ちゃんの前だからって一人で点数稼ぎやがって。うるさいな、ジョー。誤解を生むような発言は慎んでくれ。おお、こわ。俺はジョー、ジョー東、世界最強の男だぜ。よろしくな。いつまでも世界最強を名乗れると思うなよ。次の優勝は俺たちだからな。そうでなきゃ面白くないからな。もちろん挑戦はいつでも受けて立つよ。この俺が華麗に優勝を決めてレディーたちの視線を独り占めさ。大きく出たんじゃないか。俺様のハリケーンアッパーで吹き消してやるぜ。